どうも、人造人間19号くんです。今日は6月3日水曜日、ダイエット開始から89日目です。早いもので、もう3ヶ月が過ぎ去ろうとしております。今日もね、時間がなくてお昼ご飯食べれなかったんですよ。まあクッキー2枚ぐらいつまんだんで、まあカロリー的にはまあ60キロカロリーぐらいですか。でお腹が空いた状態なんですけど、この間みたいに、お寿司を2人前食べて元通りみたいなのはちょっともったいないので、ここは冷静にですね、1人前を食べていこうかなと思っております。まず、カップラーメンかがり、セブンイレブンで売ってました。熱湯5分という、そろそろ出来上がる頃です。続いて、淡麗プラチナダブルプリン体ゼロ糖質ゼロ 500ml です。一足先に始めてました。お腹が減ったから、喉も渇いたから、ちょっといただきます。美味しいヘルシー。ちょっとカップラーメン食べながら進めさせてください。最初はね、この一人で喋ること、相手がいないのに一人で喋ることに抵抗あったんですけど、意外と慣れますね。多分無言で食べるより楽しいですよ。その味がどうだとか見た目がどうだとか考えながら食べれるので楽しいですね。熱い熱い熱い、なんだこの器、薄い、熱いもんだって。お湯の熱さがそのまんま。うん、これ美味しい。カップラーメンとは思えないぐらいしっとりしてて、コシもあって美味しいですね。ラーメン屋さんみたい。驚き。あ、こういう気持ちになったのはマルちゃん製麺初めて食べた時以来ですね。美味しい、マジ美味しい。ラーメン屋さんじゃん。めっちゃ美味しい。これダイエット中じゃなかったら3杯いける。軽くいけますよ、これ。このキリンの淡麗もね、なんか水みたいだからスルスルいっちゃった。これはビールなのかな、発泡酒なのかな、よくわかんないっすね。今ね、テレビ見ながらご飯食べてんですけど、当たり前だけどしょうがないことだけども、ずっとコロナだよね、ニュースね。非常事態だね。美味しい。熱湯5分待ったのに2分で食っちゃった。おすすめです。かなり普通のカップヌードルよりは少し高いかもしれない。でも全然コスパいいっすね。今日ね、特製チーユを入れないでしまった。入れます。これを入れて残りのスープは飲む。すごい中国の香り、中国のいい香りがしますね。今日のメインディッシュはこれ、レタス。食べます。ただね、これだけだと食べづらいんで、サラダチキンロースト、ブラックペッパーを巻いて食べたいと思います。事件です。事件発生。ではですね、レタスを1枚取りまして、これに少しマヨネーズをかけます。はい、まずチキンを巻いて食べられないな。チキンを一口食べます。で、レタスを食べます。うん、おいしい、ヘルシー。マヨネーズをかけてチキンと一緒に食べることで、この野菜も美味しく食べれますね。本当かどうかわかんないんですけど、レタスってあんまり栄養ないんだって。だけど多分ね、いいところは2点あります。一つ目は繊維が取れるところ。で、2点目は美味しいとこっすね。野菜の種類の中ではだいぶ美味しい部類でしょ。マクドナルドのベーコンレタスバーガーとか最高だと思います。まずマヨネーズをかけまして、チキンを一口食べまして、
レタスを食べます。うん、昔モスバーガーでバンズじゃなくて真ん中にハンバーグが入っててレタスを巻いて、なんて言ったっけかな、夏美みたいな名前のレタスハンバーガーがあったんですけど、その味を思い出しました。バンズで挟んだハンバーグより美味しいわけはないんですけどね、レタスだから。でも健康食って思えば薬とかよりは全然美味しいですよね。マヨネーズをかけまして、チキンを食べまして、レタスを食べます。結構これ食べづらいからいいかも。食べづらいからいっぱい噛むからお腹いっぱいになってダイエットになるかもしれない。ダイエット100日まであと11日しかないんだよね。本当に10キロ痩せれっかな。はい、マヨネーズをかけます。このマヨネーズを初めて作った人、考えた人って天才だと思いません？原材料は酢と卵と油なんでしょう。この3つを掛け合わせたらマヨネーズになるなんて、ね、想像つきます？考えた人天才だわ。あ、めっちゃうまい。やっぱりこの油を入れた方がめっちゃうまくなりました。カップラーメンのスープ、あ、これ記憶に残る味だな。かなり次回も多分買っちゃうし、ちょっと適当かもしれないけど、今まで食べたカップラーメンランキング歴代トップ5に入るかもしれない。すごい美味しいです。チキンがなくなってきたんでラストレタスですね。レタスにラストマヨネーズをかけまして、ラストチキンを食べまして、ラストレタスを食べます。なんか YouTuber やってる人でさ、あのはっきり名前が思い出せないんだけど、あの咀嚼音とかの AMSR でしたっけ、合ってますか？ AMSR、 あれ趣味悪くない？どうすんの咀嚼音聞いて。謎、全然わかんない。あの感性は咀嚼音の良さ全然わかんないです。マヨネーズお勤めご苦労さん。一応ね、できるだけこうダイエットを頑張らないといけないからね、オンリーレタスでも一応食べますよ。いただきます、オンリーレタス。オンリーレタスはやっぱ美味しくないわ。やっぱマヨネーズ必要だわ。レタスを食ってカップラーメンのスープを飲みますか。そしたらちょっとはマシかも。レタスを食ってカップラーメンのスープを飲む。うん、まだね、オンリーレタスよりはマシだわ。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。めっちゃレタス食った。ダイエットって感じ。続いて人造人間19号くん名言のコーナーに移りたいと思います。今日はね、考えてたんですよ、何がいいかなって。確か僕が小学校5年生ぐらいの時のヒット曲でかなり流行りましたね。1991年発売、牧原紀之、どんな時も、名言が隠れてますので、歌わせていただきたいと思います。いきますよ。あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、チャッチャッチャチャ、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために。はい、ということでこの部分ですね。あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、すごくないですか、物語かよ、思いますよね。あの泥だらけのスニーカーっていうのは青臭い自分のことで、この歌は確か織田裕二が主演の就職戦線異常なしっていう映画の主題歌だったと思うんですけど、学生時代の泥臭い自分と、あとこれから進むであろうスーツを着てビシッと決めて電車に乗って会社に通ってっていう、そういう大人の自分の境目のことを歌った歌詞だとは思います。あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけどと。なるほどなと、成長しないとなという意思が感じられる素敵な歌詞となっております。よく考えるよね、さすがだなと思います。ただね、あの薬はダメ、ダメ絶対。
ダメ、絶対。いじめと薬はダメですよ。ね。ここは守ってもらわないといけませんね。はい。人造人間19号くん。2020年20キロダイエットでした。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ラブー。はい。じゃあ、また次回も元気にお会いしましょう。バイバイ。